君か。いや、気づくのが遅れてすまないね。少しばかりほうけていたようだ。このアムドゥスキアに来て竜族を見て、私は改めて思うよ。生命というのはたくましいものだなと。彼らの持つ身体のすべてはこの過酷な環境で生存するための適切な進化と考えると感慨深い。彼らは彼らで思ったのだろう。地に潜らねばならぬから潜り、空を飛ばねばならぬから飛んだ。進化のきっかけは常に生命による願望だ。長い時を経て願いに体が応える。そしてその進化を遂げた存在と交流し、意見を交わせるこの幸せ、感無量と言わずにはいられないな。確かに今この時代は戦いにまみれ大変な時期であることは間違いない。それでも私はこの時代に生まれ落ち、生命を探る学者でいられることに感謝しているよ。